はい、お疲れ様です。はい、リハビリセンターなどで、楽しみながら運動ができるゲームです。高齢者が知らない間に運動ができるということをちゃんと計算して入れてます。で、そういったゲームを80種類ぐらい毎日やっていただくことによって、高齢者の方々が運動量が増えて元気になります。デイサービスとかリハビリテーション病院でリハビリをするための機器になってます。ゲーム感覚でトレーニングができる。棚のコップが取りづらくなったりとか、洗濯物が取りにくくなるということがあると思うんですけれども、こういったリハビリをすることによって効果が得られます。レクリエーションの始め方は非常に簡単です。レクやってって声かけていただくだけ。レクやって、レクリエーションですね。問題、そこはお祭りのナマハゲが有名です。あった、正解です。正解です。こちらのファルロの特徴なんですけれども、1体で100人以上の方のお友達になることができます。で、お一人に、お好みの会話をすることができるという特徴を持っております。ロボコネクトというサービスは昨年の9月から提供しているサービスです。お話ができるという機能と、あとは離れたところからロボットを通して見守りをするような見守りの機能もついております。こちらのロボットのチャームポイントは、すごく愛嬌があって可愛らしいところです。何歳ですか？ミステリアスな人に憧れてるから年齢不詳でお願いします。怖い人影。怖い人影。高齢者の方向けの、言葉を話すトレーニングに特化したロボットなんですね。人は喋らなくなるとどうしても喉の筋力ですぐ衰えてしまうんですね。このロボットと一緒に普段からこう声を出してもらうっていうトレーニングをしていただく。